さんこんにちは、こんばんは、ビワマスです。今回も KSP 実況頑張っていきましょう。前回はついに他の惑星の探査を計画し始めたんでしたね。なので、今回はそれに乗っ取って、金策をします。いやー、ミンマス探査の準備をしようと思ってアラームリストを見てみたら、ねえ、いい感じの時間にポンポンと予定が詰まってたんですよ。なので、まずはそれからやっていきます。そしてその間に、ミンマス探査の具体的な計画を練り始めましょう。ということで、まんまるくんの帰還シーンを背景に話していきます。まず、これまで私が立ててきた計画を少しだけ話しますね。モーブ1号を打ち上げた時点では、ミンマス探査は続けて行う予定でした。ところが、思いのほかモーブ1号のミッションが長続きしちゃったんですね。そのため、パーマルの姉妹機を打ち上げる計画だったのが、ちょっとばかり予定変更を迫られているわけです。とりあえず、姉妹機、ではわかりにくいので個別の名称を与えましょう。ミンマス着陸旅客機、パーミルです。パーマルがパセンジャーロケットフォームンランディングなので、パーミルはパセンジャーロケットフォーミンマスランディングってわけですね。この名称はそのまま使っちゃおうと思います。ただ、その中身が問題なんです。パーマルにはブー、温度計、気圧計、サイエンスジュニアを積んでいました。でも、KSP にはまだまだ実験機器があるんです。ということで、裏作業で調べてきました。私の環境では、まずスキャンサットでいくつかサイエンスが追加されるみたいですが、これは通信衛星でクリアできるので除外。小惑星を観測する赤外線望遠鏡もスキャンサットに相乗りでこと足りるので除外。ちょっと待って。断熱圧縮が激しい故に制御がつきません。そうだった、これ自動制御だった。これどうしたらいいの？聞いてもあと3点。まだです。旅客は行ってます。そう、旅客は行ってるんです。私は諦めません。諦めてなるものか。通信が回復したらすぐにパラシュート展開操作をするんです。ついでに機体の向きも逆方に変えて下段のブースターも分離して着陸体制に入るんです。お、いつの間にか近点超えてる。そうそう、そのまま断熱圧縮、止まるんです。止まったら結構な距離進んでるので通信が回復するはずです。とりあえず熱ゲージが消えるまで時間加速はしません。時間加速すると不安定になるのでこういう緊迫した時は安定すると倍速安定です。断熱圧縮弱まってきました。見ててください。すぐ通信回復するはずです。ほら、通信か。通信か。通信か。なんで通信回復しないの？え、コマンドポットあるんだから回復するんじゃないの？あ、そうでした。大事なことを忘れてました。乗ってるのが旅客だと操作できないんでしたね。そしてその対策で前に自動制御ユニットをつけておいたと。で、その制御ユニットが爆散したと。現状通信回復する方法はありませんよと。やり直します。マニューバの前まで時間を戻しました。取っててよかった。チキンセーブ。さて、それじゃあ話を戻しましょうか。何の話してたっけ？そうそう、新しく追加された観測機器の話でしたね。さっきの話で除外したもの以外は、パーミルに乗せたいと思ってるんです。まずは、大気分析。これは多分グーとかと同じ感じかな。次に、重力計。これも多分一緒でしょう。その次が磁力計。磁力計。見たことないやつ出てきたと思って調べてみたら、バージョン 1.10 で追加されたものでした。このワールドは 1.9.1 なので関係ないね。次、地震測定。これちょっと不安なんですよね。地面に置いとくだけじゃ取れなかったりするのかな。各地に配備しておいてミサイル発射、各地で一斉にポイントゲット、みたいなことになりそうな気がします。これは調べた方が良さそうだね。後で調べてみることにしましょう。お、ここから先はモッドで追加されたものになりますね。まずはビジュアルオブザーベーション。PTDC というパーツで取れるみたいです。実はこのパーツ、遭難中の緑が出てこれない？って大騒ぎしたパーツだったりします。これが豆ハチドリちゃん建造に大きく関わってきたんですよね。何のことかわからないって方はぜひ系外惑星探査計画を最初から見てみてください。どこかでやってると思います。確かパート50あたりだったかな。で、次行きましょうか。プラントグロースエクスペリメント。植物の成長日記かな。これも大した問題はなさそうです。最後、これがヤバいんですよね。アクアテックスピーシーズオブザーベーション。PXLF15H というパーツでしか取れません。ところが、これ、研究ツリーの一番下の、しかも右の方なんです。何がまずいって、私下の方全く手をつけてないんですよ。さらに、右に行けば行くほど大量のサイエンスポイントを要求してくるようになるんです。で、道中のポイントと合わせたら1800ポイントも必要、と。仕方がないのでこれは外しておくことにします。これさえ外せば後は問題ないので、ポイントが足りるようになったら、またつけましょうか。あとそうだ。最大の問題を忘れてました。サイエンス展開ユニット。あれの使い方がわからないので調べないとね。また後で試してみることにしましょうか。よし、これで一通り話せたかな。あとはまんまるくんの着陸を見守りましょう。自動でサスがかかっているので変な方向向いてます。でも、普通に耐えられそうですね。新
当たり前のように耐えてくれたので、回収。旅客を周回軌道に運ぶミッションを取ったので、メックジェグ先生に打ち上げてもらいます。私の操縦と違ってとても安定しています。いい感じに上がっているので、サムネ候補撮影。大気圏上層部だと断熱圧縮も入っていい感じ。そして綺麗に周回軌道投入してくれました。ここからは私のお仕事。逆光方向に向け、全力噴射。できる限り KSC の近くに落とします。なら一周までって。面倒なんですよ。そしていつもよりはるかに急角度な再突入。機体が横を向いているので、かなりの減速効果がありそうです。はい、着陸したので回収します。と、ここで豆ハチドリちゃんの再突入の時間がやってきました。そんなに何度も繰り返したくはないんですが、機体が脆い上にデルタ V もないのでどうしようもないです。向かい角を大きめにとって少しでも減速しようとはしてるんですが、果たして効果あるんでしょうか。しかもこの後何事も起こらないのでカットですよ、まったく。のんびり作業していたらパーマルの帰還の時間がやってきていました。派手な断熱圧縮だけど、結局何も起こらないのでカット。また旅客運搬ミッションがやってきました。細かい設定をいじって、できるだけ効率化してみます。傾け始めるのが遅かったのでそれの調整と、あと傾きをきつくしました。これでもっといい感じの加速ができる、かな？見た感じはすごく良さそうです。どんどん傾いて、断熱圧縮も始まります。ここまでなかなかいい感じ、だけどもっと傾けてもいいかも。周回軌道投入完了、帰還します。と、ここまでやってやっと一段落ついたので、ミンマス探査への第一歩に歩みを進めましょうか。さっき話していた、サイエンスを確認しようと思います。現在の残りサイエンスが 1377.3 なんですが、実験機器のため1100を使おうと思います。後で足りなくなったら、知りません。パーマルに引っ付けてムーンにでも行けば足りるようになるんじゃないですかね、多分。さあ、やっていくとしましょう。って、あれ？ちょっと、もう、ここ大事なシーンだったのに。ありのままにご説明いたします。皆さんはパート19を覚えていらっしゃいますでしょうか？さようなら、私の5時間。と題した動画です。そう、録画エラーが起こってしまった、あの悲しい回です。その後重要なシーンでこのエラーが出てくることはなかったんですが、来てしまいました。先ほど言っていたパーツを全部解放して、いざその詳細を確認しよう、と。VAB を出た瞬間 KSP がクラッシュ。操作をやり直すこともできなくはないですが、正直結構大変なのでそのシーンはカットすることにします。幸い今回おじゃんになったデータはだいたい 700MB、15分ほどです。それに今回は編集ソフトの単語辞書は生存しました。不幸中の幸いですね。今後このようなことがないように尽力してまいります。と言いたいところなんですが、パート19の時と何も変わらず原因不明、発生条件不明なのでどうしようもありません。パート19の時もこれ言ってた気がしますが、尽力しようにもこれではどうしようもありません。なので、こまめに手動セーブをして被害軽減に努めることにします。はぁ、まあ、亡くなったデータはパート19の時の22分の1で済んだんだからもうそろそろ立ち直るとしましょう。よし、今から続きの機器動作チェックです。さあ、それではお見せいたしましょう。めっちゃ不格好な実験機器群、というか何かよくわかんない塊、こちらです。はい、こっち側はまだまともな方。裏側におできがついてます。PTDC というパーツです。はい、早速新しい機器群を試してみましょう。そういえば、なくした録画データのところで、私大事なことに気づいたんでした。パート60で SST を開発をするだけのサイエンスポイントがない。あ、でも、よく考えたら今ムーンに行ってるパーマルはムーン極地行きのはずだから、それが帰ってきたら大丈夫なのか。でも、その代わりその先の計画分のサイエンスポイントが一切ないんだよな。カービン全域から集めてきたいんだけど、それにはレイピアエンジンを使いたいし、というか展開サイエンス用の原子力電池の分も足りてないし、と、ここで画面の方では展開サイエンスを持ってますが、しばらく使い方がわからず右往左往します。それを横目に話を続けましょう。とりあえずこの状況を打破するために、やるべきことを考えると、まずムーンのサイエンスポイントはあらかた取り終わっているので、新しく追加された実験機器を乗せた機体を新たに開発した方が良さそうです。パーミルと似た構成になることが考えられるので、同時に開発することにしましょうか。残っているアクアテックなんたらの実験はバイオーム関係ないのでこれは別に作ることにします。背景ではようやく実験機器の置き方がわかりました。並べつつ、続きオーバー。カービン全域のサイエンス収集は、パーマル後継機でレイピア解放してからにしましょう。あとブナフライバイ機の設計もしなくっちゃ。やること盛りだくさんですね。とりあえず次回からの方針決定、パーマル後継機とパーミルの設計ですね。さて、背景ではサイエンス機器の設置がようやく完了したようです。記念撮影と行きましょう。サムネ候補ですね。いい感じの向きを探して、スクショを撮りました。後ろの実験機器がいい感じ。さ
さあ、ちゃんと稼働してるのかどうか確かめてみましょう。科学者のレベルで動力が決まるとか聞いたんですが、それの真偽を確かめたいです。って、あれ、どれもこれも電力不足、なんででしょうか。あ、今、夜じゃん。